空母化する出雲の改修内容とは。 F-35B 搭載後はヘリはどうなる。海上自衛隊のヘリコプター護衛艦出雲、 SH-60K 対戦ヘリコプターを14機搭載できる海自最大の護衛艦である。現在は F-35B を搭載できるように空母化改修が行われており、2025年から空母出雲としての運用が開始される予定だ。2番艦加賀も同様の改修を行う予定である。ただ空母化といってもアメリカ海軍のようにカタパルトによる強制加速装置が装備され数十機の艦載機が搭載されるわけではない。今回は出雲型が空母化に向けて行われている改修の内容や F-35B を搭載した後現在搭載している対戦ヘリコプターの問題、また空母化された後の F-35B の任務について解説していこう。出雲型の空母化改修内容とは、出雲型が空母化されると飛行甲板の長さから F-35B が10機から12機程度運用できるようになると言われている。ちなみに米海軍の強襲揚陸艦アメリカ級には23機、イギリス海軍の空母クイーンエリザベスには40機を搭載できる。艦艇のサイズが違うということもあるが、他国と比較すると出雲型は10機程度で足りるのかと思う人もいるかもしれない。しかし出雲のコンセプトはアメリカ海軍のように世界中に展開する航空打撃を伴う本格的な正規空母ではなく、尖閣諸島を中心に護衛艦隊で行動することである。そのため多用途防衛型空母という呼び名が付けられているのだ。そんなので勝てるか。アメリカ海軍のように10万トン級の空母を建造しろと簡単に言う人もいるが、もし建造したとしたらニミッツ級やフォード級のように乗員は航空要員を除いても3000人以上が必要になる。海上自衛隊の護衛艦は DD 型で150人前後、イージス艦で250人前後の乗員が乗っているので1隻につき平均200人ほどとなる。つまり10万トン級空母1隻を運用する場合、護衛艦15隻分の人員が空母に割かれてしまうことになる。海上自衛隊の護衛艦隊は第1護衛隊群から第4護衛隊群まで8隻ずつの計32隻の艦艇で編成されている。10万トン級の空母を建造したとしたら15隻分の人員確保が必要となり、2つの護衛艦隊がなくなる計算になる。仮に2隻の空母を建造すると30隻分の人員が必要になり、空母自体を護衛する艦艇を運用することができなくなってしまい、空母が単艦で行動するという結果になってしまう。護衛艦隊以外の艦艇も存在するが、お世辞にも空母を護衛できるような装備ではないし、南西諸島の警戒監視任務などがあるため、そちらを手薄にすると中国の進出がさらに加速してくる。11隻の空母とそれを護衛する空母打撃群を保有するといったアメリカ海軍と同じように考えてはいけない。防衛予算も人員の数もアメリカとは違いすぎるのだ。出雲型の空母化により10機前後といえども F-35B が搭載できるようになれば、自衛隊の戦略環境や状況は向上するだろう。出雲型を単なる F-35B の補給中継地点として使用するなら、5機のヘリコプターが発着艦できる飛行甲板は十分な広さである。しかしヘリコプターと違い F-35B が着艦する際はエンジンノズルが下方向になり、高熱の排気が甲板面に吹き付けられることとなる。この排気温度は1000度近く、速度はマッハ1にもなると言われており、現在の甲板では熱により変形や破損が発生する。佐世保を母港とする米海軍の強襲揚陸艦アメリカでは飛行甲板に耐熱塗装が施されており、 F-35B の着艦が可能となっている。そのため出雲型にも同様の耐熱塗装をする必要がある。言葉で耐熱塗装というと、
ただ単に専用の塗装を塗るだけのイメージであるが、実際はそう簡単ではない。まず、出雲の248メートルの飛行甲板には滑り止め塗装が施されているが、これをすべて剥ぐ必要がある。さらに下地処理を行った後、サビも完全に除去し、規定の粗さの状態にする。そこから専用の耐熱塗装を均等に塗り重ねていくが、甲板面には巨大な航空機専用エレベーターや数々の突起物、穴、ハッチも存在する。また、ただのペンキ塗りのような薄い塗装では意味がないため、ある程度の厚みを塗装する必要がある。広大な飛行甲板を一定の厚みを維持しながらフラットに塗装していくには、相当な技術や工数、費用がかかる。次に、F-35B を発艦させる場合の改修についてである。F-35B は着艦の際は垂直に降りてくることができるが、発艦の場合はある程度の距離を加速しなければならない。しかし、出雲は米海軍の空母のように強制的に加速させるカタパルトは装備できないため、 F-35B は自力で加速して飛び立つしかない。そのため F-35B は短い距離でも発艦できるように短距離離陸が可能な機体となっている。これをストーブル機と呼ぶ。ストーブルとはショートテイクオフ&バーティカルランディングの略である。カタパルトがない空母の場合、中国の遼寧やイギリスのクイーンエリザベスのようにスキージャンプ式により甲板に角度をつけて発艦させる方法があるが、この傾斜はヘリにとっては無駄な設備であり、場合によっては邪魔になることがある。出雲型の艦首は狭くなっているため、面積を広げるために甲板全部を四角型にする改修が行われる予定である。 F-35B を搭載した後は、燃料搭載や弾薬搭載などは艦内の格納庫ではなく飛行甲板上で行われる。そのため弾薬の運搬などは現在の航空機用エレベーターが使用されると思われる。航空燃料は現在搭載しているヘリコプター SH-60K と同一であるため、そのまま流用できると思われるが、ヘリとは桁違いに消費燃料が増えるため、燃料タンクの増設は必須となるだろう。またミサイルなどを保管する武器庫も必要となってくるため、火災や被弾した場合に備えての防火設備も強化しなければならないだろう。 F-35B のパイロットや整備員は航空自衛隊員のため、彼らの居住区や待機室も必要となってくる。 F-35B 搭載後の任務とは、 F-35 はアメリカで空軍、海軍、海兵隊の戦闘機として開発された機体で、3種類のタイプがあり、 A、B、C に分類される。 A は滑走路から飛び立つ通常離着陸型で、アメリカ空軍や航空自衛隊が保有するタイプだ。そして B が短距離離陸垂直着陸型で、強襲揚陸艦や出雲型に搭載されるタイプである。最後に C であるが、これはアメリカ海軍の空母艦載機専用のタイプとなり、A、B よりも翼の面積が大きく、遅い速度で空母に着艦できるようになっている。それぞれ全長や翼のサイズ、燃料タンクの量などが違うため、戦闘行動半径が異なっており、B は約830キロ、A は約1090キロとなっている。最大速力は全て共通のマッハ 1.6 である。F-35B の任務適性であるが、空対空ミサイル、空対地誘導爆弾が装備可能なので、防空や地上軍への航空支援には対応できる。しかし、艦艇への攻撃に関しては、対艦ミサイルのサイズが大きすぎて、F-35B の 3.9 メートルのウェポンベイに格納できないという問題がある。対艦ミサイルは5メートル前後の長さがあり、空対空ミサイルのようにコンパクトでないため、格納できないのだ。胴体下に装備すれば良いのではと思うが、それではせっかくのステルス性能が損なわれてしまい、敵に探知される可能性が高くなる。ちなみに
武器をすべて胴体内部に格納する状態をステルスモードと呼び、外部装備した状態をビーストモードと呼ぶ。続いては、将来出雲型が F-35B を搭載したら、今まで搭載していた対戦ヘリコプターはどうなってしまうのかという問題だ。F-35B と対戦ヘリコプターの同時運用。アメリカ海軍は艦載機を上甲板に出したままにするが、海上自衛隊では原則として格納庫に収容する。出雲型の格納庫の広さは125メートル、幅21メートルなので、単純計算で全長 15.6 メートルの F-35B を8機格納できる広さである。では現在搭載している対戦ヘリコプターはどうなるのかという問いであるが、それは作戦によって搭載の割合が変わってくるだろう。潜水艦を捜索する上で SH-60K 対戦ヘリコプターは必須である。 SH-60K はホバリング状態でソーナーと呼ばれるセンサーをワイヤーで海中に吊り下げて、そのセンサーにより潜水艦を捜索し、探知データを艦艇に送信する。またソノブイと呼ばれるセンサーを海中に複数投下し、潜水艦の音を探知する任務も果たしている。水上戦になると艦艇のレーダーでは届かない水平線よりも遠い敵艦艇を上空から捜索し、攻撃のための情報を送ったり、アイサーと呼ばれるセンサーで探知した敵艦艇のタイプを類別することもできる。特に対戦線については F-35B では不可能な任務であるため、 SH-60K をすべて下ろして F-35B に変えるとなると、対戦能力が格段に落ちることは目に見えている。 F-35B とヘリの両方を運用するなら、米海軍の揚陸艦のように飛行甲板に露天軽視したままの状態になるだろう。飛行甲板と格納庫を使用すれば、対戦ヘリコプターを数機と F-35B を10機程度同時に搭載することが可能になる。ただ航空管制が忙しくなるため、海自と空自の連携が取れなければ飛行甲板の運用は難しいだろう。空母出雲まとめ。2025年に空母出雲が誕生する。しかしそれはゴールではなく、そこからがスタートである。空母としての搭載能力が整ったとしても、補給や整備、指揮系統など運用していくにあたって、今後いろいろな問題が出てくるだろう。自衛隊初となる艦上における航空自衛隊との密接な統合と連携が必要となってくる。そしてF-35B をどのような作戦でどうコントロールしていくのかも課題となっていくだろう。海上自衛隊の限られた人員、艦艇、装備を有効に使い、効率の良いオペレーションができる訓練が必要になってくる。また F-35B の導入により、広範囲の制空や艦隊防空、先制攻撃などの能力を手に入れることとなる。帝国海軍以来、日本が空母保有国となる日もそう遠くはない。